問題 A、パイプが2個入った文字列が入力される。パイプ？これ、パイプと間の文字を全部削除した結果を出力しろ。まあスプリットが楽かな。C++ だとスプリットは標準ライブラリにはないが、ブーストっていうライブラリにある。まあこれを調べるより標準ライブラリで書いた方が早いかもな。コードは説明欄にも置いたぜ。問題 B、向こうグラフの隣接行列が入力される。逆順に出力しろ。さっきのより簡単じゃない？こういう時普通は最初に数が何個あるか入力されるが、今回はその代わりにゼロをデータの末端とするぜ。無限ループを書いて、ゼロが来たら抜ければいいかな。入力さえ受け取ったらあとは楽だね。問題 C、整数のリストが3つある。各リストから数を1つ選び、合計を計算する。この合計を特定の値にできるか？という質問にたくさん答えろ。各リストの長さは100までだが、質問は最大20万個で、それぞれの値も大きいぜ。リストの長さが100しかないのがどう見ても弱点だね。100×100×100 通りを1回だけ全部試すよ。作れたやつをセットに入れとけば、質問はそれに入ってるか見れば終わるね。セットに物が入ってるかの判定はリストと違って定数時間だぜ。問題で、文字列のリストが何個かある。各リストから0個か1個文字列を選んで連結する。この結果をターゲット文字列と同じにしたい。文字列を最低何個選ぶ必要があるか？リストの順番は変えられない？変えられない。あと不可能だったらそう言え。ターゲット文字列の長さとリストの数は100まで。各リストのサイズと各文字列の長さは10までだぜ。いきなりだけど、図にしてみるよ。左上から右下に行きたくて、斜め移動は最低何回いるでしょうってことだね。で、それは左上から一つずつ見ていけばわかるよ。これが動的計画法ってやつだぜ。初めてなら、この問題は正直ちょっと複雑なので、普通のナップザック問題あたりをやってからの方がいいかもな。問題 E、数列がある、値に重複はない、2種類の指示に従え、指示1、ある値の直後にある値を挿入する、指示2、ある値を削除する、すべての指示に従った後の数列を出力しろ。数列の最初の長さと指示の回数は20万までで、数値は大きい。指示の最中でも値に重複はないぜ。シリーズ動画の説明欄みたいに、前後へのリンクを貼るよ。そしたら挿入するときは前と後ろだけいじればよくて、削除するときも同じで、最後は芋づる式にたどれば OK。このデータ構造には連結リストっていう名前があるぜ。問題 F、N×N マスの盤面がある。太郎くんは左上の角から右下の角まで行きたい。1時間かけて右か下に1マス動けるが、通行料がかかる。彼は初め1問なし。だが、各マスで1時間単位でアルバイトできる。時給はマスごとに決まっている。ゴールにたどり着くのに最短で何時間かかるか？ N は80までだが他の値は大きいぜ。この場合だと、時給7円のマスにとにかく早く着きたいね。途中でちょっと余計に稼ぐくらいなら、時給7円のマスで1時間追加で働いた方がいいから、まずは最速で着くことだけ考えるよ。まあ同じ時間で済む範囲で多く稼いでおくべきだけどな。そこでゴールに着くのに必要な分だけ稼いだらもう歩くだけ。ゴールまで最低いくらかかるかは動的計画法で計算できて、問題はここに着くのに何時間かかるかと、その時いくら持ってるかだけど、それはここをゴールだと思って同じ話をすればいいね。というわけで2層の動的計画法って感じになるぜ。ああ、最後に稼ぐマスはもちろん全探索する。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。